それでは空の奇跡セカンドチャプター続きやっていきたいと思います。前回ボス地に謎の古代竜、そして執行者ナンバー2限定レオンハルトが現れました。しかし古代竜はね、町をちょっと壊して去っていってしまった。でその後にラベンヌ村にね、火を放ってまたどこか行ってしまったということなので、今ラベンヌ村に向かっています。でアガットが先に来ているはずですね。さあ今村はどんな状況か。あっ、さあラベンヌビレッジは、はい、畑にね火をつけられてということで、収穫間近だった果実とかが落ちているか、農耕器具も燃えている。これってひどいよ。とりあえず連絡をくれた村長殿を探した方が良さそうだ。リュウとアガット君の行方を知っているだろう。うん、そうね。アガットも消火活動は手伝ってからどこかへ行った、そういう話でしたね。さあ村長はこれだったかい。村長さん、おう、いつぞやの帽子のギルドからわざわざ来てくれたんじゃな。うん、そうだけど私のことを覚えててくれたんだ。うむ、魔獣退治もしてくれたし、空賊事件のこともあったからな。忘れるという方が無理な話じゃよ。意外とね、この村長とは顔を合わせている。そっか。それはともかく、竜はどこに行ったの？それに、アガットさんはどこに行っちゃったんですか？うむ。果樹園を焼き払ってから、竜は北に飛び去っていった。その直後、アガットが現れて、消火を手伝ったんじゃが、火が消えた後、いつの間にかいなくなってしまったんじゃよ。それって、妹さんのところに行ってるだけなんじゃない？この村に住んでるんでしょ？そうか、アガットはそう言っておったが、ちょっと意味深、村長。あの、どういうことですか？先ほど確認したが、アガットはミーシャのそばにはおらなんだ。もちろんあやつの家にもな。そうなんだ。それじゃあやっぱりまた竜を追いかけたわけか。王国地図によれば北の方には山道が続いているみたいだね。ふむ、ご老人、何か手伝うことはあるかい？ああ、気を使わんでくれ。なんとか火は消し止めたし、後片付けをしているだけじゃ。それよりもどうかアガットのことを頼む。あの思い詰めた様子ではどんな無茶をしないとも限らん。わかったわ。みんな急いで北の山道を探してみましょう。うん。さあアガットが思い詰めた様子で北の方にダッシュしていってしまったので追いかけましょう。でその前にちょっとね、こちらのお墓を見ておくとミニイベントが見れたかな。はい、父親歴1192年、戦火によって失われし、善良なる6つの魂、ここに眠る。これは10年前のね、戦争での犠牲者の慰霊碑ですね。で、レフ、アベル、ニコル、ビム、イレーナ、ミーシャと、女神の身元にてどうか安らかに。さあ、ミーシャという名前が、ここに書いてある。で、ちょっと待ってよ。ミーシャってさっき村長さんが言ってた。どうしたの、お姉ちゃん。ティーターはまだ見えてない。うん、なんでもないわ。気になるけど、今アガットを追いかけないと。はい、こういうね、つまりそういうことです。アガットがね、なかなか紹介してくれなかったのもそういうことなんですね。だが今はとりあえずアガットの元を追いかけないといけない。竜の他にも検定レオンハルトもついてるからね、一人ではちょっと相当大変なことになる。その前にちょっとこちらのアイテムを集めてきます。さあ今廃校の入り口まで来ました。空賊団が根城にしていたり、今作では特務兵がいたりしたところですが、はい、扉が開いている。鎖も落ちている。誰かが突っ込んでいったと。ここって廃校の入り口だったよね。扉が開いてるってことはひょっとしてティータが何かに気づく。お姉ちゃん、この落ちてる鎖ついさっき外されたみたい。ティータもそんなことがわかるのか。やっぱりヤッコさんの仕業だろう。どうやら中に入ったらしいな。ふむ、急いだ方が良さそうだね。オッケー。はい。一人でさすがにあの竜に突っ込んでは跡形もなくなってしまう可能性がある。さあそして奥、竜と検定レオンハルトですね、向き合っている。しかもレーベは剣を構えている。さあ取り出したのはゴスペル。ゴスペル見せたらおとなしくなっちゃった。これで今操っているということですね。よし、それでいい。ふむ、データを取るにはまだしばらくの時が必要か。まったく面倒な仕事を押し付けてくれるものだな。レーベは別に進んでやっているわけではない。押し付けられただけ。
何が面倒だと。さあここで赤毛の青年登場。お前はその金色の剣、やはりあの時の赤い隊長か。そう、アガットはあいつをね、分け身とはいえやり合っている。随分久しぶりじゃねえか。ランク C 中堅アガットクロスナー、いや、クーデター事件の後 B に昇格したそうだな。え、さすが元情報部だ。あの時はネズミみたいにコソコソしてやがったが、今回はまた随分と派手にやらかしたもんだぜ。今度ばかりは逮捕だの、悠長なことを言うつもりはねえ。その澄ました面ごと八つ咲きにしてやるよ。アガットがなんかめちゃくちゃ攻撃気になっている。威勢のいいことだ。だがあの程度の被害、あれというほどではあるまい。10年前お前が見た光景に比べればな。レーベもアガットのことについて相当知っている。この国の遊撃士の経歴は一通り調べさせてもらった。やはりお前はどこか俺と似ているようだ。しかも自分と似ているというこの発言。くく、似てるだと。何も知らねえ野郎が適当なことを抜かすな。さあ剣士同士の戦いが始まってしまった。さあ前回は分け身にはね勝っていたアガットですが、腕の差が歴然なのは前の手合わせで分かっているはずだ。加えて竜の脅威もあるだろう。なのになぜあえて一人で挑む。賞賛なんぞ知ったことか。てめえは気に食わねえ。ただそれだけなんだよ。やれやれその程度か。これでは竜を使うまでもない。何？さあめちゃくちゃ切ってくるレーベ君。似たところもあるが俺とお前は決定的に違っている。それは剣を振るうわけだ。なんだと。俺が剣を振るうのは人を捨て修羅となるがため。しかしお前は己の空気を満たすがために振るっている。重き撤回を振るうことで悲しき風景を劇場で満たす。怒りで心を震わす間は悲しさから逃れられるからだ。だがそれは欺瞞に過ぎない。レーベがすごく心理分析をしてくる。やめろ。アガットのメンタルが削られていく。そして欺瞞を持つ者が前に進むことはありえない。断りに至ることはおろか修羅に落ちることもない。今のままではお前はどこまでは半端なだけだ。黙りやがれ。さあめちゃくちゃレーベのカウンセリングが始まっているが、あ、アガットさんの声、この響き方だと露天掘りの場所みたいね。とにかく急ぎましょう。ずっとこのねレーベの曲が流れたままとにかく向かうことになる。途中にアイテムとかもあった気がするので、それも取りつつ向かいましょう。さあ橋がかかってるとこまで来た。あれ、この橋って前来た時は壊れてた気がするんだけど。ふむ、ひょっとしたら軍が修復したのかもしれないね。なるほど。はい、こちら側は、まあ、もう進行方向ね、目的地とは違う方向か。いや、これで北へ行けば行けるのか。これで北へ行けば行けるので、ちょっと探すもんだけ探しています。さあ到着。なあ、さあアガット君頑張って戦ってはいるが、レーベは全然本気ではない。クソが、無様だな。せめてもののすけだ。そろそろ終わらせてやる。気合を込める検定レーベ。一息に銃剣もろとも行かれてしまった。剣を折られてはもはや戦うこともできない。さてと、そろそろ時間のようだな。今のうちにゴスペルの制御式を調整しておくか。レーベ君そんなこともできる。待ちやがれ。さあまだ倒れてはいない。意識はある。まだだ。まだ終わっちゃいねえぞ。あれは、アガットさん。ティータだけ先行してしまった。ティータ、この後に及んで砕けた撤回にすがるとは。いいだろう、至らぬ身のまま果てるがいい。ダメ。ここでティータ、なんとレーベとアガットの間に割り込む。チビスケ、なんでこんなとこに嫌がる。アガットさんが心配で、それでお姉ちゃんと一緒に。ティータ、とどめろ。さあ竜に命令ができる。レーベ君、エステルたちは近づけない。くっ、厄介な。さあこちらはこちらで話をしたいというレーベ君の思惑。あ、会う。来ないでください。バカ野郎、そんなものが通用するか。
いいからとっとと逃げろ。ラッセル博士の孫娘、ティータ・ラッセルか。天才少女と聞いていたが、いささか無鉄砲が過ぎるな。女子供を手にかけるのは趣味ではないが、必要とあらば切る。そう、レーベはシュラとね、さっき言っていたけど、そういうこともやっていく男。おとなしくそこを毒がいい。貴様、解きません。私、アガトさんに助けてもらってばっかりだから、こういう時くらいしかお返しすることができないから。うん、違う。ぶっきらぼうで不機嫌な顔ばかりして、いつも私のことちびすけって子供扱いするけど、本当はとっても優しくて、いつも見守ってくれていて、大好きで大切な人だから。この修羅場で出てくるティータのこの思い、だから私絶対にどきません。ふっ、けなげなことだ。その半端者にそこまで慕う価値があるとも思えないが、邪魔も入ったようだし、今回はこれで引いてやろう。なんとかレーベに意思が届いたか。え、さあここで竜に対して何か砲撃が加えられている。王国軍の飛行艇が来た。竜を狙ってるモルガン将軍、王国軍も到着した。まあね、山に行ったというのは情報が入ってましたからね。ふ、ようやくのお出ましか。これで最後の実験を始めることができそうだ。だが来るとことも当然想定内。ま、待ちやがれ。忘れるな、アガットクロスナー。欺瞞を抱えている限り、お前は何者にもなれない。大切なものを守ることもな。ま、待ちなさいよ。黙って聞いてたら勝手なことをペラペラと。絶対に逃がさないんだから。エステルブライト、お前はお前で心しておけ。え、今回の実験が終われば計画は次の段階に移行する。気を引き締めなければ必ずや後悔することになるぞ。さあ、いろんな人にいろんなアドバイスめいたことをして、レーベ君は去っていく。ちょっとそれって一体。でも何も答えてはくれない。おのれ竜め、逃がしなるものか。総員射撃開始、撃って撃って撃ちまくれ。しかしこの程度の伝説の古代よりそのような攻撃が必要なのか。行くぞ、ここ竜レグナート。はい、この竜の名前はレグナート。しかも現代兵器の攻撃は全く通用しない圧倒的硬さ。しかしいつの間にかそんなものをね、操れるようになっているレーベ。教授とレーベ2人がかりで何をしたのか。そしてメンタルをちょっといじくられてしまったアガットやイカに。ちょっと待ってよ。手を引けってどういうこと？将軍ってば、まだ私たちを目の敵にしてるわけ？そうは言っておらん。だが警備艇の動力砲ですら傷つけることが困難な魔獣だ。お主らに一体何ができる？それは勇気と万有は異なるもの。お主らもボースやラベンヌ村の被害を目の当たりにしたはずだ。これはもはや戦争と言っても過言ではなかろう。結社とリベールの戦争、持ちや持ちやとも言う。戦争ならば我々プロに任せておくがいい。お前たちはそうだな、ミクラウヘビの拠点捜索に集中してもらえると助かる。でもざけんな。さあアガット、大丈夫か。武器も折られて相当ね、深手を負ったようだが。アガット、アガットさん、まだ治療中ですよ。感が手当てしたばかりだから無理しちゃダメですよ。さあ、バンダナの代わりに包帯になっている。お主は銃剣のアガットと言ったか。威勢のいい若手遊撃士だとカシウスから聞いたことがある。おっさんのことはどうでもいいなあ将軍閣下よ。持ちや持ちや、戦争はプロに任せるだと。それ本気で言ってんのか。無論本気だが、人を守るだけの遊撃士と違って我々は国を守らねばならん。この場合、国とは民と国土の双方を指している。それができるのは軍だけだ。聞け、民と国土を守るか。さあモルガン将軍の胸ぐら行っちゃう。笑わせんじゃねえ。ぐっ、ちょっと、あ、アガットさん、いつもてめえら間に合わねえ。でかい図体を素早く動かせず、足並みを揃えることばかり考えて、
命令なしじゃ何もできず、守れるはずのものを守れない。今回も10年前の戦争でもな。モルガン将軍びっくり。もしやお主、あの時の。け、誰がてめえらだけに任せておけるかってんだ。今度こそは。俺はこの手でミーシャを守らなくちゃ。しかしここで上がっと、さすがに気絶。ちょっと。ふむ、傷口が開いたということはなさそうだ。気力と体力が尽きて気絶しただけのようだな。アガットさん、まったくもう人騒がせなんだから。とりあえずきちんとしたベッドに寝かせた方がよかろう。こやつの家もあることだし、ラベンヌ村まで送るとするか。モルガン将軍もなんか知っている。あ、うん、お願いします。で、どうしてラベンヌ村にアガットの家があるって知ってるの？こやつに一度だけ会っていたのを思い出してた。あの時の少年が随分大きくなったものだ。少年時に会っている。100日戦役が終わった直後、こやつの妹と村人たちの墓碑が建てられた時のことだ。びっくり。あっ、そう、そのね、慰霊に行った時にアガットに会っていると。もうこれでね、確定しましたね。アガットの妹ミーシャは戦争時に亡くなっていると。で、これがアガットの家ですね。寝ているのは、見ているのはティータ。なるほど、そんなことがあったのか。さ、村長も来ている。エステル殿、将軍閣下、いろいろと面倒をかけたの。うん、結局竜の暴走を食い止められなかったし、あんまりお役に立てなくて申し訳ないんだけど。まあそう気落ちするな。結果はどうあれ、お主らが早めに動いてくれたのは助かった。マーケットでの人命救助といい、果樹園の消火活動といいな。ああ、将軍さんに褒められるとなんだかこそばゆいわね。それはともかくアガットのことなんだけど、妹のミーシャさんって本当に10年前の戦争で？うむ、帝国軍と王国軍の戦闘が村の近郊であってな。その時帝国軍の焼夷弾がいくつか村に届いたのじゃ。その結果民家が焼かれ、犠牲者を出すこととなった。ミーシャもその一人じゃ。それはある意味我々王国軍の失態でもあった。村を守るための防衛線が帝国軍の苛烈な攻撃を招き、結果的に甚大な被害をもたらしたのだからな。そしてその防衛線の構築はわしの指示によるものだった。すべてはわしの責任と言えるのだ。将軍閣下、あまりご自分を責めなさるな。あの時王国軍はあくまで使命を果たしただけだった。結局いくつかの偶然が重なって起きた悲劇でしかないんじゃよ。いや、どうかかばってくれるな。肉親をなくした者にそのような理屈は通用しない。あの赤毛の若者のようにな。それは村の犠牲者の葬儀が行われた時、わしは軍の代表として出席したが、その時あった赤毛の少年の目を今でもはっきりと覚えておる。底知れぬ悲しみを怒りでねじ伏せるような、そんな痛々しい眼差しをな。そんな目をさせたのはやはりわしなのだろう。いや、そうではないのじゃ。アガットが本当に攻めていたのは帝国軍でもましてや閣下でもない、他ならぬ自分自身だったのじゃ。はてな、どういうこと。詳しいことは話せぬが、アガットはミーシャの死を自分の責任のように感じていた。決してそんなことはないんじゃが、そう思い込んでしまったんじゃな。そして激しく自分を責めた挙句、村から飛び出してしまった。どうすればミーシャに償えるか、その答えを探すために。おそらくルーアンでアルタフィーを過ごしていたのもその答えが見つからなかったからじゃろう。その後良い導きがあって遊撃士の道を志したようじゃが、どうやら未だあやつは答えを見つけておらぬらしい。10年前と同じように深い悲しみと自分への怒りにとらわれてしまっておるようじゃ。やりきれぬ話だね。将軍さん、やっぱり私たちも竜対策に協力させてくれない？何？私たちには軍にはない強みが確実にある。フットワークの軽さとか、市民との距離の近さとか、軍人さんが普段入らないような奥地にも出かけたりするしね。きっとお役に立ってみせるから。だがアガットが遊撃士になったのはそうしたところに可能性を感じたからじゃないかと思うの。どうしたら妹さんに償えるか、その答えを見つける可能性を。その意味ではアガットが父さんに誘われて遊撃士になったのはすごく納得できるような気がする。父さんもお母さんを亡くしたことがきっかけで遊撃士になったから、ちょっと通ずるものがあったということですね、二人に。
遊撃士の可能性をもう一度確かめるためにも、何よりも目の前で困っている人たちの力になるためにも、私は今の自分にできる精一杯のことはしておきたい。だからどうか協力させてください。ふっ、さすがだね。ああ、よく言った。10年前、ボース地方にも遊撃士がいれば、あるいは、え、いや、なんでもない。そう、昔はね、そんなに遊撃士も多くなかったという話でしたからね。多忙なカシウスに代わって、今回の遺留対策の指揮はわしが行うこととにあった。そろそろハーケンモに戻って軍議を始めなくてはならん。お主の提案はその時に検討させてもらおう。それじゃあ、早とちりするでない。あくまで検討するだけだ。今夜中に軍議の結果をボース支部に連絡しよう。約束できるのはそのくらいだ。うん、わかりました。連絡お待ちしてますぜ。それではわしはこれで失礼させてもらおう。村長殿、お邪魔したな。いやいや、また来てくだされよ。さあ、これでアガットの過去もちょっと知れて、この後はね、軍とも協力して動きそうだが、さてと、私たちもそろそろボスに戻らなきゃ。アガットはまだ動かさない方が良さそうね。あの傷だと 2,3 日は安静にした方がいいだろう。相当レーベにね、深くやられている。今夜ゆっくりと寝かせてやった方がいい。うん、そうね。じゃあ様子を見るついでに聞いたと話をしておきましょう。村長さん、大変な時に申し訳ないけど、アガットのことお願いします。ふ、あやつは元からわしらの身内じゃからな。それに大変とは言っても10年前に比べればマシじゃ。死者が出なかっただけでも女神に感謝しなくてはの。はい、これで一旦アガットの元というかティータのねところに行って話を聞こう。アガットはこちらかな。違う、こちらで、こちらじゃない、これか。どれだったか、あ、これですね。さあ、ティータ、アガットの様子はどうかな。あ、お姉ちゃん。ティータ、ご苦労様。どう、アガットの様子は。うん、深く眠ってるみたい。でも顔色は良くなってきたし、ゆっくり寝たら大丈夫だと思うよ。そっか。それにしてもここがアガットの家なんだ。周りを見渡す。ふむ、小さくても温かい、居心地の良さを感じさせるね。ここで妹と二人で暮らしてたってわけだな。両親はいなかった。あれ、この写真って。さあ、アガットとミーシャ、赤毛兄弟の写真。これってアガットが子供だった時の写真よね。昔から万博そうではあった。あと、もみあげもこのままだった。それじゃあこの女の子が。うん、ミーシャさんじゃないかな。うむ、なんとも愛らしい子だね。さぞかしアガット君と仲良かったに違いない。そうだと思います。アガットさんもミーシャさんもとてもいい顔してるから。うん、ほんとそうね。歳はアガットが14くらいで、ミーシャちゃんが12くらいかな。アガットってば、いかにもワンパク小僧って顔してるし、ふ、ちょっと面白いかも。ま、男の昔の写真をあまり詮索してくれな。30代の人生を語る、気恥ずかしいもんだからな。ああ、そんなもの。それにしても、どうしてアガット妹さんのことを黙ってたのかな。まるで生きてるかのように話してた気がするんだけど。うん、でもね、考えてみたら、アガットさん、ミーシャさんが生きてるなんて一言も言ってなかった気がするの。たまに顔見せに帰るってお構いのことだったと思うし。言われてみれば。でも私たちが勘違いしてるってことはアガットも分かってたはずよね。どうして訂正しなかったのかな。それは分からないけど。でもアガットさん、仕事が一段落したら紹介するって言ってくれてたから、その時にちゃんと本当のことを教えてくれるつもりだったと思うの。まあ、アガットはね、不器用なやつですからね、説明するまでの時が必要だった。そっか、そうだよね。まあ、どういうつもりだったかは改めて聞いてみるとして、あのね、ティータ、私たちそろそろボスに戻らないといけないんだけど。え、はい、軍からね、連絡が来るかもしれないと。そうなんだ。 あのね、お姉ちゃん。おっと、皆まで言いなさんな。アガットの看病をするためにここに残りたいって言うんでしょ。エステルはちゃんとティータの気持ちを察していた。ふえ、ふ、お姉さんは甘く見るんじゃないわよ。妹分の考えてることなんか全部お見通しなんだから。こういう方面でもお姉さん面できるようになってきたエステルブライト、16歳。あ、あう。ふ、こちらのことは僕たちに任せておきたまえ。お前さんはアガットが早く回復できるよう心を込めて看病してやってくれ。お姉ちゃん、皆さん、あの、ありがとうございます。もう別にお礼を言われることじゃないってば。
アガットが目を覚ましたらさっきの話を伝えといてくれる？あ、王国軍と協力して動くかもしれないってことだよね。うん、それとアガットがまた無理をしようとしたら体を張ってでも止めること。本調子にならない限り絶対ベッドから出しちゃダメよ。うん、頑張る。うん、しばらくベッド上の牢獄生活。お姉ちゃんたちもくれぐれも気をつけてね。はい、これで一旦アガットとティータはパーティーから外れますね。じゃあアガットことよろしく。私ここで、うん、見てるから気をつけてと。なので一旦我々はボスの方に帰ることになりますね。よし、帰ろう。さあボス地に戻ってきました。戻ってきたらもう日が暮れて夜ですね。マーケットの天井は完全に破壊されている。あの竜がね、乗っただけなんですけどね、それだけでも甚大な被害を出すのは怪獣あるある。いやはや本当にご苦労じゃったの。しかしアガットのやつにそんな過去があったとは。そうですわね、メイベル市長も来ている。お話を聞いてようやく合点がいきましたわ。あの時アガットさんがどんな気持ちでいたのかを。あの時10年前、百日戦役が終わった直後にアガットさんが私の家を訪ねてきたことがあったのです。え、先輩のうちにですか？ええ、当時市長であった父にすごい剣幕で食ってかかったのです。ボス市長は地方全体を統括する責任も兼ね備えている。なのにどうしてラベンヌ村を見捨てたのかと。あ、まだ子供だった私は父を責めるアガットさんを見てとても頭に来てしまって、それでつい飛び出していって平手打ちをしてしまったんです。なんとアガット、メイベル市長から平手打ちをもらっていた。あっちゃー、ま、不幸な事件だったわけね。ええ、結局父はアガットさんの問いに答えることはできませんでした。代わりに復興のための援助金を村に送るつもりだと説明したんです。それを聞いたアガットさんは父に向かって拳を振り上げて、でも結局振り下ろせずにそのまま走り去ってしまいました。そんなことがあったんだ。だからアガットと市長さん、お互い妙な雰囲気だったわけね。平手打ちをした仲だったというわけだ。お互いあの時のわだかまりがあるのでしょう。でもアガットさんの妹さんが戦争で亡くなっていたなんて、私あの方を誤解していたようですわ。まあそれについては言わなかった本人の責任もあるし、市長さんが気にする必要ないってば。そうですわね。アガットさんの怪我はどの程度のものなのですか？あ、うん、心配しないで。2、3日もすれば動けるようになると思うわ。ふむ、不幸中の幸いというべきか。え、大事に至らなくてよかった。そういえば先輩、リアさんのご容体はいかがですか？うん、そちらも怪我を負っている。それが、怪我の手当ては済んだんだけれど、まだ目を覚ましてくれなくて。そうですか。ふむ、なんとも痛ましいことだね。美しく可憐なお嬢さんはそれだけで世の宝だというのに。ふ、リラが起きたらそのように伝えておきますわ。それにしてもモルガン将軍の話は強硬でしたわね。軍とギルドが互いに協力できたらこれほど心強いことはありませんもの。まだ決定したわけじゃないから安請け合いはできないけれど、できる限りのことはさせてもらうつもりよ。さあそんなことを言っていたらご連絡、軍からでしょうか。王将軍閣下、お待ちしておりますぞ。将軍自ら電話してきた。来た来た。さてどうなったかしらね。ふむふむ、ほうほう。おお、そんなことになったとは。なるほど、明朝十時国際空港で。あい、わかった、しかと伝えておきましょう。さあ、なんか空港に行くような話をしていた。どうだった？王国軍は明日飛行艦隊を使った竜の捕獲作戦を決行するらしい。お前さんたちもオブザーバーとして軍艦に乗ってもらいたいそうじゃ。飛行艦隊を使った捕獲作戦？やれやれ、随分豪勢な話だね。王国軍の再精鋭というわけか。オブザーバーということは実際には何もできないけれど、近くで竜の様子が観察できるのは正直ありがたいわね。ああ、軍の作戦が失敗したときは俺たちの出番というわけだ。まあ要は保険というわけですね。うん、気が抜けないことになりそうね。ふ、光明が見えてきましたね。あ、さあメイベルさんの視界が揺らぐ。先輩、どうしたの翔さん。いえ、何でもありませんわ。今のは立ちくらみだろ。相当疲れているようだね。いろいろと大変なのはわかるけど、無理しすぎるのは良くないわ。ふ、無理などしてませんわ。百日戦役の時、父はあらゆる手段を用いて防止民を守りに来ました。時には帝国軍を騙すような危険な取引も行ったそうです。その時と比べたら大したことはしていませんから。市長さん、メイベル先輩、エステルさん、皆さん、どうかよろしくお願いします。
防止民とラベンデ村の方々の不安を取り除いてあげてください。うん、任せて。でもね、メイベル市長はまあ普段からね、リラさんが働きすぎだと言ってるくらいですからね、心配ですか。しかしここでねえ、お兄ちゃんと少女の声がする。お兄ちゃんってば。さあ、これはさっきの写真で見たミーシャ、赤毛の少女。今度の誕生日楽しみにしててね。お兄ちゃんが喜びそうなものをプレゼントしてあげるから。へえ、俺が喜びそうなものね。なんかうまいごちそうでも作ってくれるのかよ、アガットは食いけ。もうなんでそうなるのよ。誕生日プレゼントって言ったら形が残るものに決まってるじゃない。そういうもんか。うん、形に残って俺が喜びそうなもの、狩りに使えるナイフとか。ナイフは村長さんからもらったばかりでしょ。答えは私の手作りのアクセサリーです。まだ完成してないんだけどね。ちょっと待てよ、アクセサリーって女じゃねえんだからさ。もうお兄ちゃん遅れてるんだから。男の子だってワンポイントアクセサリーをつけたらとってもおしゃれなんだよ。不愛想なお兄ちゃんでもモテモテ間違いなしなんだから。兄貴のモテ具合を気にしてくれている。あのな、ダメかな、私いつもお世話になってるお兄ちゃんにお礼がしたくて一生懸命作ってるんだけどな。うげ、こんな顔されてはさすが長友たまらん。かわいいのとか晴れなのじゃねえだろうな。えへ、心配ご無用よ。お兄ちゃんにも似合うようなシンプルでかっこいい形だから。お兄ちゃん背が高いしすっごく似合うと思うんだ。ああ、わかったわかった、せいぜい楽しみにしてるから頑張って作ってくれよな。えへ、うんね、上がったお兄ちゃん。なんだミーシャ、いつもいつもありがとう、私のことを守ってくれて。そう、両親のいないね、二人暮らしですからね。そしてアガットは今もこのね、アクセサリーは身につけていますね。夢か。ここは、うん、こんなものかな。ミーシャ。